はい、こんにちは、マチカフェ TV 藤島です。ロシアのね、悲惨な映像が、ロシアというかウクライナのね、悲惨な映像が届いてますけど、まあ私もね、日本で戦っている諜報機関、インテリジェンスっていうんですけどもね、アメリカのブッシュ大統領が以前、そのグラウンドゼロというか、アフガニスタンとの、紛争の後、同時多発テロでね、CIA から偽情報をもらって、イラク侵攻をした時、まあアメリカのインテリジェンス機関が大統領に、偽情報をつかませて、イラクのねフセイン大統領が、大量破壊兵器を所有しているとか、化学兵器を使用する恐れがあるんだとか、まあ、そういうことを、まあ、騙していたと。自分たちのインテリジェンス機関が大統領を騙すということがあったんですけど、今回のその報道を見ると、ロシアにおいても、まあ、プーチンに対してロシアの諜報機関が、そもそもそのプーチンがね、旧ソ連時代からの KGB というロシアのインテリジェンス機関の、トップだったんですけど、まあまともな情報を与えられない、プーチンに締め上げられるから、うまくいってると、まあ、日本のその第二次世界大戦の、大本営発表のようにですね、偽情報を届けているというような、まあ、報道が、このウクライナとロシアの紛争においても、情報が出てますけども、この、まあ、必然というか、インテリジェンス機関は相手の、戦争をねするためにあるんで、戦争しないためのインテリジェンス機関というものを特別に設けないと、どうしてもその情報が紛争をこう起こしてしまう、紛争を続けてしまう方向に、働いてしまいますよね。これはもう必然だと思います。日本において、私はその日本のインテリジェンス機関、つまり公安警察のね出身者の、杉田和博前官房副長官を中心とする私的なね、私の犯罪者グループに、まあ、目をつけられてひどい弾圧を受けたんですけど、まあ、そのあたりをね、まあ、世界共通のやっぱり問題ですよね。まあ、本来国家をこう守るために、国のトップにね正しい判断をさせるために情報を集める機関がですね、自分たちがこう自分たちの存在を守るために、自分たちのそのトップを騙してしまう、真実とは違う情報をトップに与えて、トップが判断を狂わせると、まあ、これは大きな紛争がある時に常に起こることですよね。アメリカのイラク侵争でも、イラク侵攻でもそうだったし、今回のウクライナとロシアの紛争でもそうだし、過去の、大日本帝国
日本のね紛争、太平洋戦争でもそうだった。まあきちんとね、情報が与えられるということが本当に大事だなと思いますね。ちょっとそうじゃないか、まあ、高知は非常にいい天気が続いてましてね、あちこちでも花が咲いて本当にこんな桜が長持ちする年はね珍しいと思いますけど、本当にお花見日和が続いてますね。まあ世界中でいろんな紛争が起きたり、こんな平和な時間があったりして、なかなか複雑ですけど気持ちは、まあ、とにかく自分のできることをねやるしかないですよね。私は日本の公安警察、やっぱりこの情報機関、諜報機関っていうのはですね、国家のためにならないというのは非常に致命的な結果を及ぼすということはもういろんな事例から分かってますから、自分のねできることをコツコツとやっていきたいと思います。はい、じゃあ皆さんね、なんとかね世界の紛争がなくなるように、願いたいものですね。じゃあまた。